ねちょっと路線を変更して雑談をしてみたいなと思います、はいね、僕たちのことを知ってもらいたい、はい、そして僕たちもお互いを知ろうっていうところで、はい、今日テーマの方がですね、はい、どこ行きたいか、どこ行きたい、行きたいところ、行きたいとこ、はい、行きたいとこだよ、はい、僕の方からじゃあ、うん、僕はですねちょっと草津の温泉の方に行きたいなと思うんですけど、あ、なるほどね、はい、温泉みたいな顔してるもんね温泉みたいな顔わからないんですけど、はいはい、もうその掛け流しの有名な場所とかもありますし、はい、おまんじゅう食べたり、あと足湯使ったりして、なんかもうゆっくりしたいなって思いますね。いいと思う、いいと思う、はい、道どこありますか。私フランス行きたい。フランス、海外ね、一回修学旅行で行ったことある、へえ、すごいね修学旅行。そうですね、まだ高校生で一眼触ったことなかったんで、うん、ちょっと一眼片手に旅してみたらどんな写真が撮れるんだろうっていう旅行に行ってみたいですね。またさ、その現地の方との触れ合いっていうのもまた良さそうだよね。そうですね、食べ物とかもね、いろいろ違うし、美味しいだろうね、うん、帰ってきた時にまたなんかちょっと変わってそうだよね、違う価値観ですね、はい、考え方っていうのは。村井さんはね、握手会に行ってみたいです。握手会、もう誰の握手会。 AKB48 アイドル、アイドル、アイドル、うん、1回でいいんだ。うん、誰と握手してるの。パルル、パルル、パルル、マユ、2人いるんですね、2人いる、かわいい、確かに、うん、かわいいですね、なんかね、純粋に応援してるんだな、頑張ってね、ありがとうね、元気くれてありがとうね、感謝の気持ちを伝えたい、うん、会って直接ね、伝えたいですね、みたい、でもどんな仕組みかも分かんないし、うん、どうしたらいけるかも分かんないんだけど、ね、そうですね、どうなってるか分からない、分かんないけど、いけるんだったら行ってみたい、行ってみたいところって言われたからちょっといいですね、こんな感じで雑談っていう形でね意外な一面も見れたんじゃないですかね。そうですかね、はい、本当にみたいな顔してる人もいるし、はい、そうですねまた何か機会があったらこういう雑談とかしたいですよね、いいね、うん、うん、皆さんまたいろんなことね喋れたらいいよね、うん、そうですね、うん、今日こんな感じで、じゃあそうだね、はい、うん、また次回の10秒楽しみにしてください。はい、はい、バイバイ。今日はアギーレジャパンが発表されたか。